慢性的な鼻の悩みの原因が蓄膿症である場合、特に注意が必要だ。副鼻腔は顔の中心に位置し、脳や目、耳などの重要な器官の近くに位置するため、副鼻腔の炎症が頭痛や頭痛などよからぬ箇所に影響を及ぼすこともある。長年放置すれば治療効果が上がらない状態になりかねない。そればかりか、外気を保温保湿してきれいな空気を体に送り込むという鼻の機能も低下するので、肺にまで悪影響を及ぼすケースもあるという。日本では600万人強が鼻の悩みを抱えている。